あれだ。あ、治った治った、よかった。ついにつかなくなって壊れたかと思った。なんか治った。でもなんか壊れかけかもね。あつ森の BGM が流れちゃう。こんばんは。ガンズさん、おつまここんばんまこ。オムライスのぐっちゃん、おつまこ。ウハクマさん、おつまこ。ぷんぽん村さん、こんばんまこ。ゲンチャさん、ハートありがとうございまこ。テイクさん、こんばんまこ。まこさん、こんばんまこ。まことけりやさん、こんばんまこ。今日もかわいいまこありがとう。中陣さん、おちまこです。ヘマさん、こんばんまこ。ゲンチャさん、おつまこ。京一さん、こんばんまこ。あつしさん、こんばんまこ。ゆうたん、おつまこです。ふるさん、す京一3013、すきまこありがとう。斉藤さん、こんばんまこ。金麦さん、夜まこ。ふうわなめがねさん、こんばんまこ。深みどりさん、こんばんまこ。マラウトさん、こんばんまこ。京一さん、おつまこ。牛島田中さん、こんばんは。ナーブさん、こんばんまこ。かずさんや夢力さん、こんばんまこ。あきらくん、こんばんまこ。ゾンビさん、おはまこ。かっこ大嘘、こんばんまこだね。はい、やっほー。山さん、かわいい、ありがとうございまこ。デイクさん、いいね、ありがとうございまこ。オムライスのぐっちゃん、ふうわのメガネさん、斉藤さん、ふうわのメガネさん、しんのすけさん、たいざん北斗さん、パンパカパーティーさん、三色団子ありがとうございまこ。 CD 大好きさん、くまありがとうございまこ。くまありがとう。たけりやさん、かわいい、ありがとうございまこ。ミックスさん、ハートたくさんありがとう。ありがとうございまこ。だいたい読んだまこ、だいたいコメント読み終わりました。はい、今日雨だね。ずっと雨でしたね今日は。今日は何してたまこ。今日ずっと寝てて、今日ほんと一日ずっと寝てて、で起きてからあのなんだっけ、起きてからおからお好み焼きを作りました。なんか千切りキャベツがなんかすごい安くなってて買ったんですけど、なんかそういえば食べ忘れてると思って作った。10時間眠れるの羨ましい。うん、私本当に気がついたら多分アラームつけないで寝たらね、気づいたら12時間とか10時間ぐらい余裕で寝ちゃうんですよね。壁が真っ白。好きあらばおからパウダー。ちょっと光飛び結構やばいね。なんかどうにかできんかな。どうにもできない。ニットだけどカーディガン上から着て光飛び対策。パジャマがチラリバレたか。パジャマ、あ、これで収まった。だいぶ、あ、収まってないな。どうや、なんか治らん。なんか色味がおかしくなった。今日は寒いのね。今日寒い。パジャマも子かわいいです。今日下パジャマ。どうや。うにちゃんの位置変わった。え、変わった？変わってない気がする。あれ変わったかな。どうやまこ。全身見せて。今日はピンクのパジャマ。ちょっと後ろに下がるといい。後ろに下がるとね、確かにいい感じ。今日も可愛い、ありがとう。初見の今藤王さん、大丈夫ですか。大丈夫です。ぜひ右上のハートをピンクにしてルームフォローお願いします。
髪の毛のツヤが素晴らしい。今日なんか湿気がやばくて、ちょっとスーパー行ったら髪の毛がすごいさ、水分含んだって感じになって、そっから帰ってきてアイロンしたからツヤツヤに逆になったかもしれない。夜とウニさん来るね。夜とね、一日中雨ね。一日中雨ですね。暖房つけてるの、今日寒いからね、あれつけた、電気ストーブみたいな。寒いんです、足先が冷えます。足先は常に冷えてるんですけど、今日は何を買い物したの。今日は何買ったっけ。水買った、本当水と何買ったっけ。あ、千切りキャベツを買った。最近ちょっと大きいキャベツ買うのめんどくさくてなんか100円いかないぐらいの千切りキャベツ買っちゃう。大きいキャベツさ、結局言って200円ぐらいするじゃない。食べきれなくなりそうだし。キャベツ大好きやわ。そう、キャベツ買った。あとね、お好み焼きに入れたくて、あのウインナー買おうとしたけど、なんとなく魚肉ソーセージ買ったそう、あとはあのなんか苦いチョコ買ってみた。苦いチョコの方がなんか良さそうだし、苦いの買ってみました。